ザバイカル地方、ザバイカルコサックの歌詞館、3番目、左。ザバイカルコサック軍は、1851年から1918年まで、バイカル湖の周辺、ザバイカル州に存在したロシア帝国のコサック軍の一つである、バイカルコサックとも、ザバイカルコサック軍は、1851年3月17日に、 ザバイカルにおいて、ロシア皇帝ニコライ一世の命令によって、編成された。軍の構成員は、ウクライナ人とロシア人からなる、シベリアコサック、アジア系のブリアート人とエベンキ人、そして、現地の農民であった。ザバイカルコサックは3つの騎兵連隊と3つの、不評旅団を持ち、新国との国境警護とザバイカル地方の治安維持の、ために努めた。軍の指揮官特権は、 皇帝がコサックの中から選んで任命するアタマーンに属していたが、1871年からザバイカル州の軍事知事はアタマーンとして任命されるようになった。ザバイカルコサック軍の中心地はザバイカル州の地多市であった。1858年にザバイカルコサック軍からアムールコサック軍が分岐され、アムール川沿いの国境警護を務めさせた。1916年に女、 子供を含むザバイカルコサック軍の総人口は26万5000人近くであった。平時にはコサック軍が義務を果たすために一つの親衛藩100人隊四つの騎兵連隊と二つの砲兵大隊を国家に出していたが、第一次世界大戦の時には一つの親衛藩100人隊9つの騎兵連隊、四つの砲兵大隊と三つの予備100人隊 合わせて約14,500人を出していた。コサックの軍服は高い毛皮帽子、深青色の上着と灰色のズボンで、軍色はアジアを象徴する黄色であった。ザバイカルコサックはいかほどの軍役に参人していた。1918年に共産党のボリシェビキ政権が成立すると、ザバイカルコサック軍は廃止された。それに対してロマン・ウンゲルンや、 グリゴリー・セミョーノフなどが率いるコサックが反発し、ロシア内戦に加わった。1920年にボリシェビキの勝利に伴ってコサックは最終的に廃止され、コサックの残党は満州へ逃亡した。ありがとうございます。